お疲れ様です。FX オリガラヒの皆様、そして速化軸限定の FX 動画をご覧の皆様。えー、本日10月7日、朝6時5分でございます。えー、これね、1時間前のチャートになります。1時間軸です。補助線を4本引いてますけどもね。えー、まずは大筋のレンジ。こちらの方は変わらずに、 この辺りりで押さえておりますその中でね、昨日ちょっとお話ししましたけども、レンジの中にもっと細かいレンジがあるよってことです。それがこちらなんですよね。黄色で挟んだところです。で、このレンジを上に破ることがあったら、その勢いのまんま、本来のレンジも破るよってことをね、えー、予告したまんま放送終わったと思いますけども、まさにそうなったでしょう。今5時の時点で、 ここを破った時点で私はね、倍で入ってますから、ここまで取れてるわけなんですよね。そして、ここの同じ水準で止まるだろうなっていうことで今待ってるわけですけども、あれから1時間経ってどうなったかってことを見ていこうかと思います。現在の時間、6時になりました。はい。ということでね、あまり変わってませんね。1時間ごときであまり変わらないんですけども、 ここと同じ数字に止まってるので、一応ここで利確をして、一旦テイクプロフィットはしようかなっていうところでございますね。で、本来のレンジはこちらと、それからこちらの方にあったわけなんですけども、こちらの方にね、えー、まあ、まんまとですねあの、レンジの中のレンジを超えて、その勢いのまんま上の方に突き抜けたというね、私の予測が 20人も30人も今回もうまくいったんで同じような考え方が受け取れた方は理覚ができたんではなかろうかと思いますただちょっと難しい考え方だったかもしれませんね単純にレンジオプションだよってものではなくてレンジの中にもう一個レンジを引いてそのレンジを上に破るようだったらその勢いで、えー、本来のレンジも突き破っていくという考え方を紹介したわけですけどもね はい、下に行った時には、まあ、下はあまり行かないよってことはね、あのー、今までお伝えしていた通りです。今、下へ行くエネルギーはありませんので、行ったとしても短期的にセカンダリートレンドを作る程度だということです。じゃあ、デイリーの方から見ていきます。10月7日の朝6時です。デイリーで特徴的なところは何度もお話ししておりますけども、ここにレンジがあると。それが上の方に偏ってきたよっていうのがここです。そしてその偏りのまんま上の方に抜けて、新しい 世界をここら辺に作っていけば145円台がやっと維持されるってことになります。一時期みたいにね、どんどんイケイケで円安の方向に向かってないでしょ。まあこれってのは様々な要因があると思いますけども、一つにはあまり早く上がるとね、あの介入を呼び込んでしまうってことで投資家さんがちょっとね、あの消極的になってるところがあると思います。大きな資金を入れるつもりにはなってないってことです。その代わり大きな資金を引っこ抜くような時でもないので、 三す組状態みたいに誰かが大きな資金を入れたらその時点で利確して抜けてしまおうっていうふうな心理じゃないかなと思うんですよね。 えー、それはまあ今断言できることではなくてもうちょっと先を見ないとわからないんですけどもねこれだけ小刻みなレンジを続けているようでは強い判断っていうのはなかなかできないんですがレンジの中のレンジを抜けたらその圧力のまま上の方に飛んでいくっていうのはまさにそれはねいろんな仮説を積み重ねていって到達した私のテクニカルの極地だというところでございますこういうふうにできると本当にねいつでも勝てるようになってくるわけですよ、うん、でも いつでもエントリーするところが見つからないってことはまだ見極める力がないんでトレードの回数を増やしていって私の解説をよくよく聞くようにしてください必ずヒントを残してますんでしかも分からないようにじゃなくて分かるようにヒントを残してますんでねえー、ぜひね相場解説で言ったことを今回のレンジの中のレンジもそうですけども絶対使ってくださいねはいじゃあ次は4時間軸を見てみます 4時間軸なんですが、なんか横ばいのところがね、ちょっと出てきたなーっていうところは変わりません。その中でレンジの中のレンジを突き破ったんで上の方に抜けたでしょと。ところが、1時間でお話ししましたように、ここと同じ水準でやっぱり止まっちゃうんですね。最終的にはここら辺までまだね、あのー、ポテンシャル、伸びしろがありますんで伸びてほしいなと思います。145円の865ですから、146円に行かない程度に上昇してくれればなっていうところですね。ただ今ちょっとね、お話ししたように止まってますんで、1時間もう一回見てみましょうか。 止まってるんですよピタッとこの1時間止まったままです、まあ、だからもう理覚すればいいんですけども動き出したら反値でまた今度ねエントリーを仕掛けていこうかと思いますそしてここで気づくのはちょっと形の壊れたヘッドショルダーですよねただこれ高根県のヘッドショルダーなんで別にこっから大きく上の方に行くっていうふうに言うわけではありませんただこういう形に気づくことはせめて気づくことは大事だよってことなんですよ 今回気づいたところで別に使わないと思いますけどね。うん、はいということで今後もちょっとね寝動きを見ないと分かりません。え昨日お話したようにとりあえずはバイの方向に動いてよかったかなと思いますけども今後はですねここの力点が2点になりましたんでこの天井を跳ね返って下の方に行くのかそれともこの2点天井は突き破って結局 上昇を取り戻すのかってことになってきます。今日一日しっかり見ておきましょう。百四十五円台に入りました。